雨のため屋内練習場で行われたキャンプ後初の合同練習には38人が参加しました。野手陣では今日から宇草と秋山が一軍に合流。守備や走りを重点的に確認したかったという秋山はバッティングローテーションに入らず独自のペースで調整を行いました。右膝手術からの復活へ本格化する実戦に向けて状態を上げていきます。これから1ヶ月、開幕前まで、あるのでじっくりゆっくりとは言わないですけど準備をして、最後シーズン戦い抜けるような、そういうスタートもいいスタートも切りたいですし、そこから始まっても、着実に、いいものが出せるように頑張っていきたいなと思います。宇草は2軍キャンプでのバッティングが評価され1軍合流のチャンスをつかみました。外野のレギュラー獲得、さらに1軍出場ゼロに終わった昨シーズンからの巻き返しへアピールに燃えます。もちろん結果出すぞっていう気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、練習から自分はガンガンアピールしていこうと思っているので、もうとにかく毎日が勝負ですし、自分のやるべきことに集中して結果出すための準備をやり尽くし、していこうと思ってます。開幕まで1ヶ月を切り、生き残りをかけた争いはますます熱を帯びていきます。